ということで、次が、愛知県での取り組みということで紹介させていただきます。愛知県ですけれども出生数は全国で4位ということで、この医療体制を見ていただきますと、総合というのが産児施設に相当しますが、7つ、そして地域のその出産希望医療センターが、取り巻くように13個。ただ、このように、偏在があるということも一つの問題課題となっております。そして、この5輪で示しましたのが、その中でも精神科の入院が可能な施設ということであります。ということで、地域における切れ目のない支援ということを言われているんですけれども、また行政の方ではこのもともとこの周産期の疾患ハイリスクの妊婦は周産期母子医療センターで管理してきたのだから、この精神疾患合併妊産と同じようにしなさいというような指針が出ているわけです。ただ一方で、先ほど見ていただいたように大半は精神科病棟を併設してないということがありましたので、今回この医療協議会の調査研究事業としてアンケート調査を実施し、問題を抽出してまいりました。その中で一つ分かってきたことは、この周産期に精神科入院となった症例というのが非常に、最近増えてきているといったことであります。10万出生しましても非常に高いニーズがあるということが分かります。そして入院先の施設ですけれども、4割が精神科の単価の施設に収容されているといった実態も明らかとなってまいりました。このことから総合病院におけるこの精神科病床が圧倒的に不足しているといったことが、分かってまいりました。またその他、自由意見も非常に現場で困っているということを反映してたくさんいただいております。この中、これを一括りなかなかできないですけども、やはりこのメンタルヘルスの中でも周産期メンタルヘルスといったものに限って、専門的な分野というもののリソースが不足しているといったことではないかというふうに思われます。そこで、どういうふうに介入していくかということですけれども、限られたリソースでそれを増やすということは非常に時間もなかなか現実的に難しいところもあります。これは先ほどの東京都の調査のまた結果になりますけれども、やはり妊娠中産後の自殺で、の中で占める割合として、その診断がついている精神疾患の診断がついている方の割合が4割から6割あるということであります。またこの妊産婦死亡検討事例におきましても、7割ぐらいが、症例少ないですけれども7割ぐらいが精神疾患を合併しているといったようなデータとなっておりますので、こういったすでに医療側が把握している精神疾患を診断されている症例にいかに介入していくかということが重要ではないかということが、分かってまいりました。そして、愛知県におきまして昨年初めて、こういった会議、各、専門領域から、団体 の, 代表の方々がお集まりいただいて、話し合いを始めました。残念ながらコロナ禍のこともあって今少し会議が、何回以降今後進めていくということになっておりますが、大学病院を中心とした、今ある既存のものの機能を強化すること、また軽症例につきましては、これは周産期側は全くよく知らなかったんですけども、実は精神科の方で GP ネットワークといったものが既存のものがあるので、そういったものの連携体制を取っていくというような提案がなされております。今後も、愛知県の取り組みはまだこれも進めていくというような状況であります。そして、ちょっと手前味噌になりますけれども、私たちの施設における、取り組みについて紹介させていただきます。先ほどの、こういった妊娠の各時期で妊婦検診の時期はこのような形で、進めております。でガイドラインにもこういった各時期で、メンタルヘルスについてチェックをしましょうということを言われておりますが、明大病院は非常にそのハイリスクの妊娠の方が多いです。ですので初心をしておりますと、やはりご家族で入ってこられて皆さん硬い表情で入ってきて、私たち医療者側も、できるだけ、それを緊張を和らげたいと思うのですが、一方で診断や、中には深刻な話をしなきゃいけないという状況があります。でこの 2,3 年前からこの臨床心理士の方が加わっていただきまして、初心にですね必ず面談をしていただけるということになりまして、そこの部屋でまた私たちの場では口にされなかったような不安などをおっしゃられることも多いですね。それをまたフィードバックしていただいて、お互いに共有していったことです。また初心期に周産期メンタルヘルスの話もしていただいておりますので、こういった後期産後にかけてそういった不調が起きた場合にも相談する気口がありますよというようなことで、一つの介入になっているのではと考えております。それ以外にも、古くからはこういった病棟での放出、あるいは産後面談です、検診でスクリーニングで必要な方への面談といったことは、古くからも取り組んでおりました。
また、その他行政との連携ということも先ほど2017年 の、 改定の時からまた積極的により積極的に強化しております。まあ、具体的にはソーシャルワーカーさんや精神保健福祉さんを通して行政から提供していただける情報を通じて、各州でカンファを行っておりますし、まあ、毎週小児科や遺伝カウンセラーの方々含めた事例紹介事例検討会を行っております。そして行政を含めた方の大きな会議というのは2ヶ月に1回ですね、対象症例リストをピックアップしまして、こういった形でしていると、今はウェブで開催といった形をとっております。まあ、こちらはお母さんの方の安全保護ということですけれども、もう一つこの問題で、まあ、児童虐待といった問題もありますので、そういったことが懸念される症例につきましては症例ごとに随時こういった委員会を開きまして児相とも連携しながら管理に当たっております。こちらはですね、ただこの立ち越し連携、先ほど の、 症例精神疾患だけではなくて他にもさまざまな社会的ハイリスクの方を含めているわけですが、当院の中ではこの精神疾患を合併されている方が数として多いということで、やはりこういった方々というのはそうでない方たちと比べてみますと、まあ、児それから母ともにやはりリスクが高い症例だということがわかるかと思います。この結果につきましては10日の小林講師が来年の周産期シンポジウムで報告させていただく予定となっております。ということで明大の多職種連携、まあ、これは院内ですけれども、その院外ではその他の紹介いただける産婦人科精神科のクリニックや病院から紹介いただいております。また中にはそういった妊婦検診等もほとんど受けてないような方で保健師さんがキャッチされると、まあ、そういった方は危険なので明大病院へということで、ソーシャルワーカーさん等を通して、そういったふうに受診を進めていただくようなケースもあります。でここで少しご提案させていただきたいのは、まあ、そこにもし職場の方でそういった方いらっしゃってということがあれば、ぜひこういったネットワークにつながっていただけたらなというふうに思っております。これは、まあ、全く私の個人的な考えでありますけれども、例えば今問題となっているのは流産死産お子さんを残された方、出産直後にそういったこともあった方というのは行政の方での保健師さんというのは育児の相談をもとにされておりますので、まあ、なかなかそういった介入が乏しくなってしまう。で、まあ、産科の方でもお話聞いてると妊娠して産休に入ったけれども、まあ、復職するにあたってそういったことを職場でなかなか伝えにくいなというような悩みを言われる方もあります。まあ、そういった方たちが、まあ、事務的な手続きをされると思いますので、そういった時にやはりメンタル面といったものを少しフォローしていただいて、まあ、必要に応じて医療者側にもネットワークとしてつなげていただけるような流れがあると一つのサポートになるのではないかなというふうに思ったりしております。それ以外に無事に出産された方におきましても、働く女性というのは一方でキャリアや育児との両立の不安といったものを抱えられておりますので、まあ、そういった不安の相談をされる際にも、まあ、メンタルの方にも何か気に入った点がございましたら、まあ、医療者側につなげていただくというのも一つかなというふうに思っております。また一つそのワンオペ育児などで、まあ、家で閉じこもってしまっているということがメンタルヘルスに及ぼす影響も大きいと思いますので、まあ、職種によりましては時短などの柔軟な対応ができれば早期復職で社会の現場に戻ってくるといったことが一つヘルスケアにつながるのではないかなというふうに思っております。こちらが、まあ、本日のメインテーマのまとめとなります。学会で合同ガイドを作成して5月からこちら学会のホームページで無料でご覧になるようになっております。その中で新しくこの妊娠前からの取り組みといったことを提案させていただいております。また産婦人科医にとっては、また産婦人科で働く他のメディカルスタッフの方々にとっても精神科のことをよく理解できてない部分も多かったわけですけれども、まあいくつかそういった疑問に答えるようなガイドになっているんだと思います。また今回愛知県内の取り組みについて、紹介させていただきました。すごく限られた地域において、まあ、一つの病院と行政が一体化してといった取り組みは各学会等で報告されておりますけれども、こういった広域の施設で、まあ、大学病院中心としてどうやって取り組むかというようなところで新しいところがあるということで、まだ発展途上でありますけれども紹介させていただきました。そして当院における多職種連携についてもこのように、まあ、特に臨床心理士さんに
などメディカルスタッフの方たちの役割が大きいということで紹介させていただいております。以上が私の発表となります。少しちょっとスライド最初の方お見せすることができなくて申し訳ありませんでした。まとめますと妊産婦の死亡の主因として、自殺というものが非常に多くの割合を占めるということがもう周産期の現場でも非常に問題認識意識が高まっております。ですので今後日本におけるこの妊産婦死亡を低減さらにしていくということにおきましてはこの実施の問題に向き合わざるを得ないということであります。そして、向き合うにあたって一つ、産婦人科医にとっては産婦人科領域で働く者にとっては、常識的なことかもしれませんけれども、妊娠時期に応じていろんな身体的な変化やトラブルといったものがありますのでそういったものにも対応しつつそれが与える及ぼすメンタルヘルスへの影響といったことで理解を進める必要があるかと思っております。そして、最後にそのメンタルヘルスケア向上についてこのような形で今進めさせていただいているということで紹介させていただきました。以上になります。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。なかなか会場の方々の雰囲気っていうのがわからないのがオンラインの時のですね演者が困る点でございまして、僕もここのところこればっかりをやってるんですが皆さんの実は普段はですね例えば1000人いらっしゃってもその中の、お一人とかと目を合わせながら話したりするんですね。でその方がうなずいてくださると、なんか話が通じてるんだなとか思うんですがそれがなかなかできないもんですから演者はもう少し困っておりますのとから最初ちょっと画面共有にあれをいたしましたけれども、この辺少し新たな取り組みということでお許しいただければと思います。それでは少し、早めでございますが、予定通り休憩の時間に入りたいと思います。